吉谷さん、確かにタニタの体温計に限らず中国製多いですよね。メイドインジャパンって書いてあってもやっぱり中身は中国製と、 iPhone のほとんどは中国製ということで、側はねブランドがありますけども中身はっていうところがありますよね、うん、実はね30年ぐらい前かな、あらゆるものが日本製だった時代もあるんですよね。まあアメリカから言わせれば戦争に打ち負かした国が世界のメーカーとしての覇権を取っている日本ってのはどんなとこだみたいな感じだったと思うんですけども、まあけどもね、日本みたいなちっちゃい国土でもきちんと世界に製品が供給できていたことと、中国みたいな大きなこう国土でですね世界中に製品が供給できたことと、なんかね、ちょっと奇妙なものがありますよね。で、核ミサイルってあるじゃないですか、米ソ冷戦時代のあの核ミサイルって日本製がほとんどだったっていうことを聞いたことがあるんですよ。っていうのが、あのミサイルを制御するこうやってねスーパー LSI があるじゃないですか、あれは日本で作ってたらしいんですよ。まあ、ですんでこっちの製品もこっちの製品もミサイルは世界中で撃ち合うにしても全部日本製みたいなね、だからね、誰が作ってるのか、どういう風なものなのか、なんか聞いたことによるとアパレルでもジーンズを作るじゃないですか、どのブランドのタグを貼るかによって価格が変わるとかね、そんなこともあるみたいなんですよね。そして今回のオチなんですけども、中国製のルイ・ヴィトンってあるんですよ。これはどういうことかっていうと、ルイ・ヴィトンっていうのは、まあ、パリにあると思うんですけども、ルイ・ヴィトンって本社がですね中国に、中国の生産工場に例えばこのバッグを、新作を1000個作ってくださいっていうふうにオーダーするそうなんですよ。そしたらシリアルナンバーを1から1000まで打ちますよね。で、同じ製造過程で同じ原料で実はね1000個作るはずなのに1200個とか作ってるらしいんですよ。で、残りの200個はシリアルナンバー打ってないんですよ。で、それを本物として流通させるらしいんですよね。これ本物なんですかね、偽物なんですかね、シリアルナンバーがあるからこそルイ・ヴィトンが認めるものなのに、素材も製品の製造過程も一緒なんですよ。しかも同じ工場で作ってるんですよ。こういう風にしていわゆるバッタモンっていうのが、本物のバッタモンっていうのが世の中に流通してるんで、これは困ったもんですよね。